久保さん、今回じゃあ社長から教わったことにしましょうか。社長から教わったことと。まあ、あの、前職でですね、あの、サポートスタッフの時ですね。社長これすみません、どうすればいいですかみたいな。グーグルで調べたかと。あ、調べてないっす。社長これ、ど、ど、これこんなんなんですけど、グーグルで調べたかと。グーグルで調べたかということを教わりました。 もうもうよう聞かんかったんですけどねあの社長にはだ逆を言うともうなんかもう聞けなくなったっていうのもあるんですけどねでも聞けなくなったからこそ何すかね自分でその乗り越える力というか自分で問題解決をしていく力っていうのがまあ培われてきたんじゃないかなと思いますねうんだからその教え方ってまあ大きく分けると二通りあると思うんですよ わからないことを教えてあげるっていうことももちろん教えるだし、わからないことを教えないという教え方ですよね。うん。みら探せという教え方ですよね。だまあ、2つあると思うんですけども、まあ、あのー、僕の場合は、まあ、それで育った感じですね。うん。そう。なんかね、僕今植物買ってるんですけど、なんかね、水をや,らやっちゃいけない植物があるんですよ。知らなくて、それ。 でその植物っていうのは水をやらないと逆にその生命力がついて、まあ、あの生きられるとで水をやると逆に枯れるみたいな水に甘えるというか、うん、水がない方が、まあ、生命力が活化されるみたいなだからなんかね調べたんですよ枯,枯れてきちゃって水やってたんですけど枯れてきちゃっておこ,れどうこ,のこれどうしたらいいんだって言ったら枯れるまで水やるなみたいに書いてあって。 極端にね。もうあげなくても、もうあげなくてもいいよと。極論みたいな。何回だったよ。な <laughs> んだこれみたいな。<laughs> なんか植物って、水あげないといけないイメージあるじゃないですか。で、ちょいちょいあげてたんですけど、腐ってきて、なんだかみたいな <laughs> まあ、人それぞれ植物によってね、花をに水をこうあげていかないとダメな植物もあれば、逆を言うと、水をあげない方が、自力で育っていくっていう植物もあって、面白いなと思ったんですけど、まあ僕の場合は、まあ、 そんな感じですよね教わ,る教わったことはもうほとんどないですね。うん、そう。だから教わったのは Google さんみたいな話ですよね。うん、でも、ネットビジネスでよくあるのが、まあ、稼げない人のよくあるのが、やっぱその問題解決能力にまあ圧倒的に欠落してるっていうところが、まあ、久保さんもそれは分かるとは思うんですけども、やっぱその調べる検索力があまりにもひ、うん。 そのなさすすぎるっていうのはまあ一理ありますよねネットビジネス初心者なんです稼げませんっていう人は、まあ、結局そのネットで稼ぐ力がないっていうね <laughs> まあそもそも稼ぎ方なんかとか問題解決する方法ってググれば出てこないものってほとんどないんですよぶっちゃけもうほぼ9割9分答えはもう検索すれば載ってるんですよね でも、情報がありすぎるんで、それを精査する力だったり、何が正しいのかとか分かんないとは思うんですけども、でも、それも結局、量をこなしてやっていくと、なんだろうな、あ、これはこうだなっていう、な、このサイトを見ただけでね、まあ、久保さんもね、サイトいっぱい作ってきたんで分かると思いますいろいろ見てきたんで分かると思いますけど、あ、このサイトは稼いでるサイトだなとか、分かるじゃないですか、見れば。あ、ちゃんとやってんなとかね、あ、これ適当だなとか、うん、なんかそういう力がやっぱ、 つきましたよね、うんだからまあ自分でこう稼ぎ続けるためにはやっぱある程度のその自分で解決する能力っていうのはないとまあ難しいんじゃないかなとうん常にまあ生きてるといろんな問題は出てきますのでまあもちろん人に頼るっていうのも一つの手段なんだけどもうんやっぱそれは他力本願というか他力あり,ありきじゃないですかじゃあその相手がいなかったらどうすんのって話で。 うん、じゃあその相手がまあ例えば旅行行ってるとかねなんかそのなんか身内に不幸があって葬式やってます葬式中に質問できないじゃないですか<笑><笑>やっぱ自分でこう考えてこうやり抜く自分で考えて解決していくっていう力はまあ絶対根本的にあった方が僕はいいと思いますけどねうんそうでもまあ最初のブーストアップはねまあ早く稼ぎたいんだったらまあ聞くっていうのが一番いいんですけどねそう まあここがちょっと難しいですね。だからまあ僕は教えてて、まあ、ここが一番難しいですね。教えるべきなのか教えないべきなのかっていう、ここのジャッジっていうのが非常に結構難しかったりしますね。うん。だからその、そのビジネスライクに考えても、うーん、なんですかね。そもそも例えばサポートを売りにして売っていてサポートをしない。まあ、 それがサポート、こっちはそれがサポートだよって言ってても、相手からもっと丁寧にサポートしてほしいっていうものを求めているお客さんであるならば、そこはその、なんだろうな、論争になるだろうし。いや、そういうのじゃなくて、その手取り足取り教えてくれるのがサポートでしょっていう。でもその概念ですよね。手取り足取り教えるのはサポートじゃないんだよって概念はそこに通用しないので。<laughs> ここね、結構難しいところあるんですけどね。うーん。 まあそれはまあ、あのー、だからまあ、それはまあ、その人の、やっぱその植物の特性ですよね。だからその人の特性、だ久保さんがよくね、言ってますけど、その人とヒアリングして、じゃあ、そう、じゃあこうやった方がいいんじゃななんかね、弁当の話もね、じゃあ弁当作ればいいんじゃないですか、みたいなね。<laughs> そのネット難しいんだったら、じゃあ弁当作りましょう、みたいなね。<laughs> なんかやっぱそういうのは、あのー、やっぱ、なんかその助言していくっていうのは、 僕もいろいろ対応しててああ必要だなっていうその見極めですよねその人に合った見極めっていうのはやっぱ必要だなっていうのは感じますねでもこれが一番まあ難しいんですけどねで見極めても変わるしねその人が <laughs> 気持ちが <laughs> ねえ久保さんねうんいってらっしゃい